おーし、隆々砂漠は扉魔人さん開けてないのは2箇所だね。さあ、では6の2ですね、行きましょう。さあ、ということで着きました。わしの趣味は庭いじりじゃ。これに必要な道具を3つ持ってきてほしい。庭いじり、じょうろ、お花、植木鉢。よーし、来ましたね。ありがとうございます。よーし、では行きましょう。おお、絨毯や。あ、ここにもある。さあ、米と、なんか普通に置いてあったな。さあ、体力190です。これは届く、 OK。そう、ということで、で普通に回り込んで上かな。こうなんかちょっとおしゃれになってるね。さあ、ではどんどん行きましょう。なんかめっちゃ奥深くに来てる感あるな。ワクワクしますね、こういうの。さあ、では上に行こう。ただ扉が2箇所だな、パッと見、マップ見る感じだとね。とりあえず手前から行きましょう。いや、進みそう。まあ、トゲあんのね。マジか。これはそうだな、普通に続きそうだ。多分正解かな、こっちが正解っぽいな。そこに宝箱あるね。これは一回ゴールしちゃうか。もう一回入り直してって思ったけど、よく見たら繋がってる、あれ。でもあれだよな、入ってない扉ありましたよね、1個。やっぱ気になるんで、行きましょう。さあ、お店。ではもう1回行きます。さあ、着きました。こっちの扉ね、入ってみましょう。シンプルに真珠部屋って感じだね。ちょっとだけ見えてたよね、この場所多分。おーし、ということでこれで回れたかな。なんか飛んでおりましたが。次行きますか。
さあ、では6の3行きましょう。さあ、ということでやってきました。海に泳いでるものを釣りたいんじゃ、どんな生き物が釣るかの道具と見本持ってきてほしい。道具と見本、お魚さんと、待て、釣り竿的なものはまだ手に入ってないんだっけ。パッと見なさそうだよね、まだ。そうか、よし、花火で。まあ、多分釣り竿なるものなんだろうな。よし、ではステージ7行っちゃいますか。さあ、では千年山ですね。千年山一個も入れてないのか。そうか、よし、では奈良の位置行きましょう。さあ、ということでやってきました。文字を書いたり落書きしたり、わしが使ってる2つの道具なんじゃ。鉛筆とノートかな。よーし、よっけ、行きましょう。やば、いきなり飛び出しちゃった。まあ、とりあえずひたすら右に行ってみましょう。待てよ。俺はそうだよね、やっぱりなんか唐辛子さんみたいな。ギターギター。あー、そこか。危ない危ない。よーし、これで OK だ。さてと、ここもだね。わー、なんかすごいな。ここに2箇所あるのか。どこかでもしかしたらね、唐辛子2個必要パターンみたいな。ありそう。これで大丈夫かな。よーし、行きましょう。さあ、アングラさんだ。危な、よかった。なんとかなった。こっちは違う。なんとか耐えた。危ねえ危ねえ。なんかパッと見敵さんいないね。トゲだけ気をつけたら良さそう。よーし、マップもなぞれましたね。よかったよかった。綺麗にいけたわ。さあ、マメノさん、さすがにセーブしておこう。待てよ、こっちは違うよね。なんか帰り道通路みたいな感じで使うんでしょうか。それか真珠取る用かな。
ちゃめちゃあるね。めちゃめちゃトゲあるね。あったー、取っちゃいましょう。ありがとうございます。さあサビ、サビちゃん来た。オッケーオッケー。さあでは続きまして7に行きましょう。アンサーズカードですね。さあということで、そうか、結局ここはもう2周目前提のような配置だね。サフィーさんとサビちゃん両方いないと、両方使わないといけない場所だ。よし行きましょう。喉が痛いんじゃお茶が入った容器とコップを持ってきてほしい。これティーポットとコップいけますかね。でいいのかな。よーし、オッケーオッケー、いきましょう。さあ豆田さん、はいはい。これは上ですね。そう、サフィちゃんにする。ここはサフィさんだね。追加ジャンプだ。だ、マジで結構狭いんだな。はいはいはい、いいね。そのままいっちゃう。また、粘れ、粘るんだ、粘るんだ。わあ、ちょっと入れないか。あ、いけるいけるいける。オッケーオッケー。よし、粘った粘った、なんとかなった。これ崩れる系だね。一番足場、ここは違うな。あ、やば。まあいいや、一応。この下は大丈夫だね。さあ、まめださん。はいはい。ここも追加ジャンプか。で、ここは壁ジャンプ。さあスピンで進んでいこう。で、ここはどうだろう、真珠ですかね。さあ待てこ待てこ。はい、オッケー。扉あった、行きましょう。すごいいいね、サフィーさんサフィーちゃん両方どんどん使うみたいなパターンのステージだね。ここ
はどうなんだ。扉1個だけかな。2箇所あるやつかな。2箇所あるね。手前から行くか。さあ真珠部屋っぽいってなると、あの奥の部屋だね。よし行きましょう。さあモメドさん、そうしっかり回り込んで、まあなぞれてはいるね。あ、やば普通にやってしまったわ今。と、コンスタンスカードあった。うわー、もう普通にゴールだね。よし、ゴールしちゃいましょう。オッケー。さあ、ほうき。では、続きまして、7の3ですね。行きましょう。宝箱だ。さあ、着きました。確かここが、そうだよね。いつも仲良し、星の形の兄弟とハマグリ。誰じゃ。サフィーさん、サフィーちゃん、クロスケさん。よーし、行きましょう。とりあえず細い通路的な感じだね。で、ここ扉ある。複数扉か。手前から行きましょう。お、これまたすごいマップだ。ていうかね、あるねあるやないですか。というか、ここめちゃめちゃコンボ繋げられるんだが。え、めっちゃ良くないこの場所。コンペイトあるなぁ。ただ、この水流の強さ的に無理だよね。難しいから、多分、上から回り込むみたいな感じかな。うわぁ、ぜひと戻りたい。なると、とりあえずはこっち行きますか。どこかから回り込めると信じて今進んでいこう。待てー待てー。これは？これは？案外普通にいけちゃいましたね。さあ、マメダさん、さすがに取っておきますか。さてと、なんかいけそうな感じあるね。あのコンペイトの部屋も近づいてはいる。うまいこといければいいが。
りあえずそうだな、まあ、左上あたりですかね。ここ真珠部屋だ。しまった。とりあえず扉は一箇所だけなので、そこに行けばいいのかなと思うので、まあ行きますか。さあということで、あーそういうことね。ここに宝箱あるけど、まあ取りに行くならこちらですよみたいな。取るか。この辺？この辺？え、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。うわ、マジかー。しまったー。悔しいからコンボする、コンボさせる。無理やり取ったった。ということで体力200になりました。ありがとうございます。本当にこれで良かったのか、取り方。これまさかいけんじゃないと思ったら本当にいけちゃったわ。これ届いちゃったりする？あ、いけちゃったいけちゃったー。マジか。ゴールして。やったー。さあ、プロペラビットさん。よーし、では続きまして。7の4行きましょう。ここも宝箱だね。さあ、ということでやってきました。雨が降りそうな天気じゃの、濡れないように雨を防げる道具を持ってきてほしい。傘と長靴、これいけるね。よーし、行きましょう。いや、マジで体力200あるのありがたいわ。で、さっきのさ、コンボがめちゃめちゃつながってたから、こう火の海だと、めちゃめちゃ真珠溜まったね、あの場所だけでも。あそこでひたすらループさせるのもありかもしんないね。真珠集めるとき。危な。一回待機。よーし、一発でいけた。よかったよかった。結構細長マップみたいな感じだね。お、水中にいる。さあ、もう瞬時に2回目のスピンやればノーダメージできるんで、タンタンって感じで、タンタンって感じでいけばいけるんで。さあ、ということで完全に隠れる気ないんだけどさ。まあ、ダメージ受けたりね、なんていうかスタートに戻されるとかそういう心配が
ないことが分かっちゃったんで、まあ無理して隠れなくてもいいのかなみたいな、そういう解釈をしてます。まあもちろん隠れた方がいいとは思う。おー続くねこのマップ。まだちょっとなぞれてないからこっち行こうか。まあ、一回ね待ちましょう。あこんなに明るいんだすごい。暗いマップの方に慣れすぎてしまった。こっちの方かな。おお押していきましょう。おやびっくりマークあるね。この下ってことか。さあ乗り継いでいこう。そこにあるね宝箱。ただこれまだいけないね。オッケーオッケー。うわバカ飛んできた、バカ飛んできた。さあプロペラビートさん。うわしまった、近づきすぎてしまった。あまあ全然クリア優先でいいわ。ここなんか輪を描いてますね、輪っかになってる。危ない。うわーそこ当たるんだマジか。うわーもっと慎重にならないとな。倒してから次に行くみたいなぐらいの感じが多分ちょうどいいんだろうな。まあ抜けられるとこは抜けていいと思うんだけど。この辺とか狭いですからね、倒してからのが良さそう。危なっ。まあ抜けちゃうか。はい、オッケー。おーし、ここはもういいでしょう。扉開きます。おーし、ゴールかな。さあ取りましょう。千年山。これでとりあえず大丈夫かな。千年山も。全部取れたね。オッケーオッケー。では次は古びた塔か。古びた塔は扉は3つか。よし行きますか。さあまずは 8-1 行きましょう。宝箱だね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。
そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。